ピコスの山麓にあるトゥリエノムラピコスでエウロパはスペイン北岸から2 0トル内陸にある連山の名称。ヨーロッパの頂、ミネミネを意味する。アストリアス州、カンタブリア州、カスティーリアイレオン州に接し、カンタブリア山脈の一部となっている。日本ではエウロパ山と表記されることも多いが単独の山ではない。名前の由来は アメリカ大陸からヨーロッパへやってきた船が初めて目にするヨーロッパの光景がこの連山であったからという説が広く受け入れられている。連山は三つの断層地界からなる。中央、東部、西部。中央と西部の地界は1、5キロメートルの深さがある。彼ス川渓谷によって分けられ、渓谷の先端にはカイン村がある。彼ス川の水はほとんど洞窟から湧き出ている。 彼ス川の水の一部は水力発電に転換され、カマルメーニャへ向かう峡谷の北壁を走る運河を通っている。運河に次いで通行可能な細道は壮大な歩みが用意されている。ほぼすべての岩は石灰岩で氷河の動きが極端に印象的な鉱山性カルストを作り出すのに貢献した。最高峰は2648メートルのトーレで、 セレードで、位置は、北緯43度11分51秒成形4度51分06秒、北43.19750度成形4.85167度、43.19750-4.85167である。その他の峰々は2400メートル以上ある。一帯は登山家や山歩きをする人らに人気がある。 よく整備された山小屋のネットワークがある。その他の有名な山として、ナランホデブルネスがある。カンタブリアチャイログマ、スペインオオヤマネコ、ハイロオオカミが隔絶された一帯に生息する。シャムアの一種、レベッコがかなり頻繁に目撃される。ベニハシガラス属と、ノスリは一般的で、国立公園内では多様な蝶が生息する。ピコスで、 エウロパ一帯のほとんどが現在単独でピコスでエウロパ国立公園となっている。アストリアス州の部分はスペイン最初の国立公園である。アクセスは3つの断層地帯へ通じる地方道を経由し北から南のフエンテでエにある作道からカレス川渓谷の先端にあるカイン村からそれぞれ可能である。ピコスでエウロパには 多くのスペイン最新の洞窟が含まれている。トルカデエルセロ、シーマデラコルニサ、トルカロスレーベコス、ポソ、デルマデウノである。新たな洞窟の探索と探検は今も続いている。ピコスでエウロパは急速に減少している羊飼いを支えている。彼らは夏に谷から羊、ヤギ、牛、時には豚を連れて移動する。一帯では 伝統的に洞窟内で熟成されるピリッとした味の、ブルーチーズ、ケソでカブラアルスで名高い。ありがとうございます。